極端に現実を見なければいけない世界で生きてきたせいか、俺は霊的なものや科学で実証されないものについて基本的に興味を示すことはない。概してそういったものは人心を惑わせるものに転用されることが多々ある上に、何よりも生きてく上で意味をなさないと思われるからだ。しかし命のやり取りが横行する今の職場において、そういった噂の類はやはり出てくるものであり、興味のない俺ですらも両の手で足りないほどの数の噂を耳にすることになった。で、トンネルに近づいた人ってその後どうなったわけ？戻ってきてから高熱にうなされてな、手も足もしびれて動けない状態で、医者に見せても原因不明、サジを投げられた状態のまま寝込んでたよ。ふい、マジモンじゃないのよさ、それ。あまりにテンプレすぎてかえって現実味がないですね。どうせユージが怖がらせようとして嘘の設定を後付けしてんでしょ。実際は何事もなくピンピンしてて今でも連絡取ってるとか、そういう設定もなく1ヶ月後あっさり死んだ。いや嘘、テンプレでいいって。嘘って言ってよ、嘘って。俺は気の利いた嘘は言えん、本当に死んだ。片身も分けてもらった。いやチルチルは怖がってるのか喜んでるのかわかんねえ反応なのよさ。ミチル様はびっくり箱のようですね。まさに文字通り。比較的冷静なサチとマキナに比べ、ミチルのビビり具合は相当のものであった。救いないわ、一切。アマネも微妙に表情を引きつらせている。関西弁が漏れているところを見るに平時ではないということなのだろう。やっぱり呪いとかそういうのが関係しているのでしょうか。わからん。もともと体のそう強いやつじゃなかったし、何かしら病気を患っていて、それが死を招いた可能性だって十分にある。でもお医者さんが見ても何もわからなかったんでしょ。ああもうだから怖いって。そういうの持病あるとか、そういや半年ぐらい前から咳してたとか、そういうソースないのねえ。ない。ミチルが耳を塞いでジタバタと獣のような声を上げて暴れる。進化の過程で新しい帯同が起きたかのように見えるが、今はその可能性を確かめる状況にはない。すまんな、そんなに怖かったのか。違うわよ、怖くなんかないわよ。びっくりしたのよ、怖いのよ。ミチル様落ち着いてください。結論が時計の針のごとく元通りに。だってマジじゃんこいつ。普通は気を使ってもうちょい緩い話にするのに、容赦一切なしで優しさかけらもないし。まあいいじゃないか、チルチルがここで恐怖のあまり失禁したとしても、みんな何事もなかったかのように振る舞う優しさは用意しているのよさ。失禁しねえよ。あとそれ優しさじゃないから、残酷だから構え。わかった、ミチルが仮に失禁したらちゃんと構うことを俺も約束しよう。すんなよ。ともかくこれで俺も話したから、ひとまず終了にするぞ。目の前に置いてある5本のろうそく、その最後の1本の火を息で吹き消した。はい、お疲れ様でした皆様。サチが部屋の電気をつけ、ろうそくの後片付けをする。食後の後、なんとなくロビーに集った面々で始めた怖い話。百物語よろしく五物語というノリで、一人一つずつよりすぐった怖い話を披露した。ちょうど生ぬるい外の空気も相まって、それなりに皆盛り上がったようだった。
なんだかんだ言って最後のユージ君のが一番怖かったわ。風見さんの話は虚飾がない分だけ本物っぽく聞こえましたしね。俺は嘘は一つも言っていないんだがな。ちょっとやめてよ。最後は嘘でしたで終わっておくのはせめてもの優しさってもんでしょ。今さら俺が嘘と言ったところでお前は信じないだろ。信じるわよ。ちゃんと言うなら信じるから。よし、わかった。さっきのトンネルの話は全部嘘だ。俺の同僚も生きてピンピンしている。え、あ、やっぱ無理。信じられないわよ。なんとかしてよ。洗脳してよ。そういう機会持ってきてよ。洗脳する側が多分音を上げるだろうな。一人騒ぐミチルをよそに、皆がそれぞれ部屋へと帰りかける。そこで一つ異変に気がついた。そういえば榊の姿が見えなかったんだが。俺の言葉に皆部屋へ帰ろうとする足を止め振り返った。そういや今日は見かけなかったわね。さっちゃん見た？いえ、今日は学校では見かけましたが寮では見た記憶がありません。私はちらっと見たけど、すぐに部屋へ引っ込んじゃったからその後はわかんないのよさ。みんなで集まっていたのが気に食わなかったのか？あの榊の性格からしてこの手の仲良しイベントに進んで参加するとは思えない。さしずめ、下に降りようとしたらみんなが集まっていたため目につかないように部屋にこもっていたとか、そういうことではないかと推測した。いや、あの子って別にそこまでこういうイベント嫌いじゃないわよ。そうなのか？まあ積極的に参加してるかというとそうでもないけどね。でも参加しておかなきゃって意思みたいなのはあると思う。ミチルの言葉にアマネもうなずく。そうね、普段みんながここで集まってる時もあそこに背中くっつけて立ったままで話聞いてたりするもんね。ロビーと廊下の境にある柱を指さす。はい、だから今日この場にいないことは比較的異変のように感じます。なるほどな。ユミちゃんは分かりやすいテンプレみたいなクーデレだから照れてんのよさ。お兄ちゃんがちょっとスケベ心出して突っ込んだら、だってそんな恥ずかしいじゃないって速攻落ちるに決まってるのよさ。はい、それぐらいの対応はあってしかるべきではないかと思います。榊さんは精巧なロボットのように的確なクーデレぶりを常時発揮されますし、今回の一件もそれに起因するものであるのはもはや明白であると思われます。私なんか今すごく由美子に同情しちゃったわ。同情？なんで？ひょっとしてチルチルもわっ分かりやすい属性持ち同士、その辺は分かり合える部分があるとか、そういうの？同族意識？チームプレイ？なあ、顔を背けてねえで言うのよさ。るせえ！あんたのそういう必要ないじりに同情するって言ってんでしょうが！大きな声を出さないでください、ミチル様。急に大声を出すとお体に触ります。私は無鉄砲に生きるミチル様が心配でなりません。サチもなんかな、なんかな、そういうの。日ごとに口と性格の悪くなるマキナと、日ごとにサイボーグのような反応が目立つようになったサチと、日頃突っ込まれた体質が強化されているミチルを見ながら、俺は榊の生態について少しばかり興味を持ち始めていた。そういえば先日のあのカッター切り裂き騒動以来、簡単なやり取り以上の会話を交わした記憶がない。必要以上に詮索する気は毛頭ないが、
今後の学園生活を円滑に送るためにも、あいつのことを少しぐらいは知っておいた方がいいのかもしれん。ふむ。なあ、ちょっと聞きたいことがあるんだが、少し時間をもらえるか。うん？気のせいかしら。危なかったのよさ。はい、さすがに勘が鋭いですね、榊さんは。こんなに大勢で尾行まがいのことをしてりゃ、そりゃ気づくだろう。昨日俺は榊の日常や習性について寮の連中に軽く質問を投げかけてみた。しかし返ってきた答えは、こちらが想像していたよりもはるかに薄っぺらな情報ばかりだった。一つ分かったのは、榊由美子という人間は時折垣間見せる雰囲気や仕草以外、プライベートを含めあまり人に自分を見せないということ。要するに、普段一緒に暮らしているはずの周囲の連中にとっても榊の生態は不明で、その気になって観察でもしない限り藪の中にあるということだった。だからこそ由美ちゃんの生態を調査するのよ。おそらくは8割方単なる興味なのだろうが、マキナとサチは榊の調査に協力してくれることになった。もっとも、その内容たるや少しの尾行でも危うく感づかれそうになるほどのずさんさであり、はっきり言って邪魔なレベルだ。特にマキナ。聞く相手を間違えたな。どうかしたのよ。いや、いい。いずれヤバくなったら単独行動に切り替えよう。なぜこんなことをしているのだろうという至極単純な質問はさておき、俺たちはミステリアス極まりない彼女について、そこを調査を続けた。棒のように足が鳴って疲れたのよ。ロビーのソファーの上にゴロンと横になり、主語と述語をごちゃごちゃにしてつぶやく。結局何一つ分かりませんでしたね。俺の横でちょこんと座るサチもまた疲れたようにため息をついた。まあ予想通りガードは固かったな。授業以外の時間、一日中榊を追い回した結果、あいつについて得られた新規の情報は皆無だった。休み時間は黙したまま何かしらの本を読みふけり、歩く歩幅は一定で、校内を走ったりすることもなかった。人間味が感じられなかったのよさ。ロボットっぽいというか、無機質な感じがしたのよ。マキナの言う通り、榊の様子はさながらマシーンといった雰囲気であった。はい、あれではまるでサイボーグのように思います。お前は、まあいい、確かにそうだな。ただ、そう言い切られてしまうと、ちょっと引っかかりもある。昨日聞いた話では、榊も皆と交わるのはそこまで嫌いではないとのことだった。会話に参加しないまでも、端の方で聞くことはずっと続けているあたり、むしろ人間心理としてわかりやすすぎるぐらいである。それと、昼間のマシンぶりとはどうしても結びつかないのである。あいつはそもそも喜怒哀楽をはっきりと表に出すことがあるのか？俺に対して当初の敵意はともかくとして、それ以外にあいつの感情がいずれの方向に触れるのを見たことがない。そういえば喜怒哀楽とはちょっと違うのですが。サチが少し遠慮がちに挙手をして発言をする。榊さんがびっくりしているところを見たことならあります。びっくり？ええ。仮に量が仮に爆発したとしても、顔の表情を一つ動かさなさそうな榊が。どういうシチュエーションで驚いたんだ、それは。
サチは俺の質問にちょっと声を潜めながら。榊さんにはかなり不本意な話だと思うのですが、そのカップ焼きそばをですね。カップ焼きそば？はい、オヤングのソース焼きそばです。湯切りラクラクホールが標準搭載、熱湯3分。商品名とその特性はどうでもいい。で、それが榊とどう関係するんだ？あのカップ焼きそばって湯切りをするじゃないですか。お湯を捨てた時にシンクが熱湯に反応してボンって音を立てるの、わかります？確かに音がするな、急に熱湯を捨てると。はい、それで同じことを榊さんがして、うん、焼きそばが仕方ない。あの榊さん、これそのまま。で、私は後片付けをして帰ってきました。おう、あの榊はな、冷静沈着に見えて、そんなちっちゃいことで驚き慌てるような面もあるのか。というか、実は結構ビビリということなのか、あいつは。見てみたい気もするな、そういう榊を。しかし、焼きそばの湯切りをしている瞬間に立ち会える場面など、そうそうあるわけでもないし、榊の性格からして同じ過ちは二度は繰り返さないだろう。ボウルに冷水を張ってからザルを準備し、慎重にカップ焼きそばの湯切りをする榊の姿というのも、それはそれで見物な気もするが。いいな、それ。私も見てみたいのよさ。残念だが、あいつは多分同じことは繰り返さない。それは湯切りの話でしょ。別の方法だったらいいのよ。なんだと？マキナはソファーをひょいっと飛び越えると、いかにも企んでいますというような笑みを浮かべて、ユミちゃんを待ち伏せして驚かしてやればいいのよさ。それはお前、面白そうだけど、榊さんをひどく怒らせることになるんじゃないのかな。サチの言う通り、後々のことを考えると相手が榊だけにとても危険な気はする。私だけでやるから大丈夫なのよ。バレないようにやるから平気なのよさ。マキナの好奇心はそのリスクをも上回ったようであった。サチ、そろそろ帰ってくる。はい、あと2分ほどで玄関に到着します。別動隊として動くサチから報告が入る。これであとはターゲットが近づくのを待つだけなのよさ。本当に大丈夫なのか、これで。万全なのよさ。お兄ちゃんはそこで高みの見物を決め込んでおけばいいのよ。マキナの言う通り、廊下の脇に隠れて様子を伺う。ユミコが驚くこととか本当にあるのかしら。って、なんでチルチルもいるの？え、いいでしょ、気になるから来ただけよ。榊が階段を上り、2階の廊下に差し掛かった瞬間、マキナが携帯に向かって指示を飛ばす。今なのよさ。マキナの言葉を合図に、携帯で連絡を取っていたサチが廊下のブレーカーだけを落とした。え、何？一瞬戸惑うような声を上げる榊。停電？困るわね。しかしすぐにいつもの冷静な声に戻る。再び一定の間隔で響く足音。おそらくターゲットはそのビビリの性格ゆえに、停電で真っ暗闇になった今はきっと神経を張り巡らせているはず。榊が部屋の前に差し掛かった時、マキナが手に持ったスイッチを押した。何？
榊が後ろを振り向くと、植木鉢が棚の上に置いてあった。いわゆる普通の素焼きの鉢に小さな観葉植物が植えられている。異音の原因が分かり、安堵して大きく息を吐く榊。視線は変わらずに観葉植物の方へと向けられている。でもそれゆえに、一度安心すると普段以上に緊張が緩むのよさ。マキナがここへでいい、スイッチを再度押した。瞬間、するとさっきまで普通の観葉植物だったものが二つにパックリと割れ、中から巨大な目のような物体が現れたのだった。明るいところならともかく、暗がりでこれをいきなり見せられたら相当に怖いはずだ。案の定、榊は目と口を開いたまま、動きが完全に止まってしまっていた。声か息かわからないものがわずかに漏れる。やがて息を大きく吸い上げるような声がしたかと思うと、ギャー、おおよそ榊の雰囲気から想像もつかない大声が寮内全体に響き渡った。何なの。声量が大きいだけではない。いつもの低い何かにつけて人を殺めそうな声と違って、今の榊の声は実に女子らしい声だった。ほう。恐れおののく榊の様子は本人には悪いが非常に興味深いものであった。ほーい、ユミちゃんマジ驚きじゃない。どれどれ、どんな顔してる。エッチな顔とかしちゃってる。あんた鬼だわ本当に。ちょっとチルチル、もうちょっと見せてよ。ここだとあんまし見えない。あ、ちょっと押さないでよマキナ。支えていたバランスが崩れ、脇に隠れていたマキナとミチルが榊の前へそのままなだれ込んだ。そこでやっと榊は目の前の状況に気がついたようだった。あははユミコどうしたの。停電しちゃったみたいね。急な停電だったからびっくりしたのよさ。そこへ間の悪いことに幸が戻ってきて、やりましたね、お見事です、作戦は大成功。さらに間の悪いセリフを言いかけたところで口をつぐんだ。榊はその場にいる全員の顔を見渡し、自分の姿を確認したところで、どういうことかしら。声のトーンが完全にいつものものへと戻っていた。いや、これはね、ちょっと理由があって。うん、チルチルがやろうって言ったんだよ。ちょ、おま、濡れ衣。チルチルも楽しんでたんだから同罪だよ。粛々と無所暮らしするがいいのよさ。だったらあんたも罪を償えよ。あたし一人悪者でしょ、今の言い方。そう、何が目的かわからないけど、あなたたちが仕組んでいたのね。報復は覚悟の上ということでいいのね。あ、落ち着いてください榊さん。ユミちゃんが怒った。なんで私の方めがけて追っかけてくる。ちょっと、いや、3355、寮内に散らばるメンツのうち、きっかりとミチルめがけて走る狂気娘。さっきの可愛い悲鳴はどこへやら、怒りの形相でカッターを振り回している。収まるのかこれ。
ドタバタと響く会場の騒ぎをよそに、俺は一人階段を降りていったのだった。よう、早いな。誰かさんに下劣なドッキリを仕掛けられないよう、早めに学校へ行くことにしたのよ。あれからすぐに全員がとっ捕まり、皆榊の前に正座をさせられ、正直に経緯を話した。俺も一応は関係者ということで榊に呼ばれて事情聴取を受けた。榊はすごくどうでもよさそうにため息を吐いて、別に何も仕返しもせず疲れた表情で部屋へ戻っていったのだった。いいことだ。幸はともかく、マキナやミチルはまだ寝てるだろうからな。悪かったよ。じとめのままカッターの入っているであろう懐に手を入れたので、ギャング映画の警官よろしく、敵意のない様子を示すように両手を万歳させる。榊は大きなため息を一つ吐いて、俺の横をすり抜けると学校への道を早足に歩き出した。なあ、一つ聞いていいか。これ以上私に何の恥をかかせる気なの？後ろを歩く俺を威嚇するような声で質問で返す榊。そういう類の比喩をしたり嘲笑したいわけじゃない、純粋に質問なんだ。分かったわ。じゃあ手短に言ってちょうだい。2日前、俺や寮の他の連中が深夜にロビーに集まっていたのを知っているか？そうみたいね。やはりそのことについては認識していたようだ。知っていたのならなぜ混ざらなかった？皆に聞くところでは、そういう集まり自体が嫌なわけじゃないと聞いたが、もし俺が混ざったことで参加しにくい雰囲気になったのなら、俺のどこが悪いか教えてくれないか。直せるように善処はしたい。俺はこの学校、いやこの寮においては明らかに異質な存在だ。別段だからといって卑屈になりすぎることもないが、それでもやはり先住民の居住権や尊厳まで懐柔しようとは思わない。できる限りは共存共栄を目指し、不可侵な部分も尊重したいとは思う。だからこそ榊には先日の欠席の理由を聞いておきたかった。その原因が俺にあるのならなおさらである。別にあなたに直してほしいところがあるわけじゃないわ。そうか、それなら何が？榊は俺の問いに少しだけ口をつぐんだ。でもそれは俺に遠慮しているというよりかは、何か自分自身に対して言いにくそうにしているような、そんな雰囲気が見られた。そして20秒ほどの沈黙の後、榊が口にしたのは、私、怖い話とか嫌いなのよ。恐ろしく意外な一言であった。今、何と言った？そんなに意外そうな顔を向けないでくれる？俺があまりにそんな表情をあからさまにしてしまったのか、榊は憤然とした顔で非難の声を上げた。あなたの言う通り、別にあそこに集まったりするのが嫌なわけじゃないけど、いいでしょ、人には苦手なものだってあるんだから。シンクのへこむ音でビビった件や先日のドッキリの成功ぶりからしても、かなりの怖がりなのかとは思っていたが、こうもはっきり言われると何とも違和感があるというか。別にあってもいいと思うのだが、キャラクター性というものを少しは大切にしてほしいとは思う。あなたに直してほしいところが一つできたわ。なんだ？その無神経さよ。少しは人に気を使ったらどうなの？
榊はそこまで言うと、今度はもう振り返ることも立ち止まることもなく、まっすぐに校舎へ向けて歩き出した。颯爽とした様子からは、脅かされて大声を上げたあの様子は微塵も感じられない。もうこの件で突っ込むのはやめておくか。榊曰く、無神経さを直すためにも突っ込みの言葉を飲み込んだ。ともあれ、俺はひょんなことからこの無機質なカッター女にも可愛らしい側面があるのを知ったのであった。